こんにちは、綺麗なるてぃチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはミディアムからロングさんにやってほしいハーフアップアレンジ3つです。で、今日ご紹介するアレンジはこんな感じの3つになります。で、これどれもピンを使わずにゴムだけでできるものになっておりますので、アメピン苦手だよっていう方もぜひやってみてもらえると嬉しいです。じゃあ早速使うものとかも含めてご紹介していきます。ではスタート。なるってよ。はい、じゃあ今日使うものはじゃん、こちらのシリコンゴムです。ちょっと見にくいんですけどシリコンゴムです。さっきピンは使わないって言ったので今日はシリコンゴムだけでやっていきます。で、終始後ろ姿でご紹介になりますので、こちらで解説しながらゆっくり分かりやすく丁寧にご説明していきますので、今お時間がある方はぜひこの動画と一緒にヘアアレンジやってみてください。で、私はこの長さでちょっと今日紹介するヘアアレンジは全部できないので、髪が長めのウィッグをかぶってセルフでやっていきます。ではやっていきましょう。まずは両サイドの髪の毛を分け取ります。だいたい耳後ろくらいの感じですね。この辺で分け取ります。こんな感じで両方分け取ります。そしたらその毛は前に持って行ってちょっと放置しておきます。まあ、後ろの髪の毛どこでもいいんですけど、まあ、目とか耳とか目とかその間あたりの髪の毛を後ろで縛ります。この辺っていう決まりはないので、まあ、だいたい目から耳間くらいの毛束を後ろで縛ります。そうしたら両サイドに残しておいた髪の毛を後ろで一つに縛ります。で、この時ギュッと縛らなくていいので、少しこう間を空けて根元から間を空けるというかたわませる感じで縛ってください。ここからよく見ておいてほしいんですけど、ここの間に穴があると思うので、そこに指を入れてくるっと1回転させます。1回転させたらその間の穴の中に先ほど最初に縛った髪の毛を入れ込みます。そしたらここの髪の毛をギュッとします。で、あとはほぐしていきます。この部分をしっかり持って少しずつほぐしてあげて、こんな感じでほぐせたら完成です。まずは髪の毛を耳から上と耳から下に分けます。上の髪の毛は何か仮止めで留めておいてください。何でも大丈夫です。クリップでもヘアクリップでも何でもいいので留めておきます。そうしたら下に余っている髪の毛を一つに縛るのですが、これも仮止めになるので適当に縛っておいてください。そしたら上の髪の毛を解放して3分の1と3分の2くらいに髪の毛を分けます。そしたら3分の2量が多い方の髪の毛を後ろで縛ります。で、この時に左右どちらかにずらして縛るのではなく真ん中あたりで縛ることを意識してください。3分の1、量が少ない髪の毛の方を持って後ろに溶かします。手ぐしで大丈夫です。そしたら髪の毛をねじねじしていきます。上に向かってひねります。こういう回転ですね。
こっち側に。どん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 ひねったら、最初に縛った方の髪の毛に少し巻きつけます。まあ、1回転くらいで大丈夫なんで、巻きつけたらそのところを一緒にゴムで縛っちゃいます。あとはほぐしていきます。もしくはゴムが隠れるようにほぐすとグッドです。でこんな感じでほぐせたら完成です。まずは耳から前の両サイドの髪の毛を残しておきます。そしたら後ろの余りの髪の毛をまた縛ります。で縛れたら次両サイドの髪の毛、左右どちらからでも大丈夫なので、横後ろに引っ張りながらだいたい10センチから15センチくらい、ここの間を空けて毛先の方で縛ります。そしたらくるりんぱを2回やっていきます。こんな風に穴を開けてくるくると毛先を通します。それができたら、後ろで縛った髪の毛に、髪の毛をこのくるりんぱの穴の中に入れちゃいます。で、ぎゅーっとします。そしたら反対側も同じです。後ろ側に持っていきながら手ぐしして、10センチから15センチ開けて縛る。でくるりんぱを2回します。また最初に縛った髪の毛をくるりんぱの穴の中に通してギュッとします。そしたらあとはほぐしていくだけです。でしっかりとほぐしてあげないと、くるりんぱのこうなんかネジネジ部分が目立ってしまうので、しっかりとほぐしてあげると可愛いです。でこんな感じでほぐせたら完成です。はい、
い。というわけでいかがでしたでしょうか。みんな大好きであろうハーフアップヘアアレンジを3つご紹介してみました。全部ね可愛いなと思っているものになりますので、ぜひ何かしらやっていただけると嬉しいです。何かしらはい。じゃあまた皆様も私も綺麗になれるような動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムをやっております。概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。